どうも TKO 木下です。さあ前回、ご好評だったゲームシリーズ、このファミコンソフトがいっぱい出てきたんですね。それで前回ドラクエをやって、まあ、いろんな、コメントもありました。そんな中で今日はですね、このスーパーマリオブラザーズ、これを今日やりたいと思います。そして、ファミコンもお借りした元ファミ通の小葉さん、はい、お願いします。今回も来ていただきました。小葉さんです。これやっぱ王道ということは、皆さんやっぱり一番やったことある人が多いかな、これは。と思いますね。もう億単位で売れてますからね。億で売れてる、はい、やっぱりそのスーパーミツ時代もやっぱりよく扱ってた、はい、そこから派生したマリオって もちろんいろんなゲームにキューブだったりとか、もういろんなものにキャラクターが出せるんで、ただもうこれなしには今のマリオはもちろんなかったと思う。まあ、最初はドンキーコングっていうのでマリオは登場したんですけど、こうタルをジャンプして、そっからドンキーコングジュニアで、この世界、あのゲーム機のやつや、タルをジャンプするやつや、駄菓子屋にあったやつ。そうこうあれマリオやったんや。そうなんです。何を教えてもらえますか。要するにクリアするのはそれでもいいんですけど、結構スーパーマリオ今パテ考えてるだけなんですけど、変な裏技とかいっぱいあるんですよ。ちょっと要はバグって言って、あのプログラマーが意図しないような裏技とバグってちょっと近いところある。あえて作ろうとしたわけではなくて、結果バグが裏技になった。裏技として捉えてることがあるんですよね。当時って裏技ってすごいブームで、あの子供たちみんな探したんですよ。こそってこれ全部ゲーム、全部で、それをいくつか見せるのが面白いかな。それは見たい、めちゃくちゃ見たい。スーパーマリオブラザーズのバグやったり、はい、裏技やったり、これいいんですか。元ファミ通の全然いいと思う。今あの、ね、正直言うとバグなんで、昔はちょっと本ではファミ通大きいとかって、ちょっと扱いづらい、正直。そうね、わかる、そのイメージわかる。コンピューターのミスですから、ただ今はもう面白というか、もうそういうカテゴリーに入っちゃってる、で、出しても全然いいと。あ、いいんだ。あ、わかりました。ただちょっとテクニックいります。じゃあもうやるのは僕やから。僕やっても意味ない。僕やるけど、ちゃんとコアチェア教えますけど。あ、ちょっと教えてもらおう。あ、面白そう。じゃあ恒例ですか。あ、もうウォーミングアップ。ウォーミングアップ、OK、やりましたね。いくよ。はい、一回勝負ですよ。はい、40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 
ターンですね。この時間ね。この時間長いですね。惜しい。惜しいな今の。これねシビアだと。来たじゃん。いやそんな不安定に行きます。だって揺れてるか。いやまあまあいけ。なったらなったらしょうがないね。オッケーです。そしたらですね。オッケー。ね、まずは。うん。うわ久しぶり。まず普通に行きましょう。まずは、うん、まずは知らないんで、そうね、1の1クリアです。俺ね、いろんなゲーム結局これが説明書みたいになってて、うん、これがうまかったらゲームうまい人みたいなとこあるよね。あります。基準になります。うん、基準になってる。いろんなものが詰まってる。そう、うん。タイミングとか。はい、ちょっと行きますね、はい。久しぶり。音ないんや。いやある。あります。うん、あれです。はい。これ。よかったここで。だから言ったでしょ危ないんじゃないかって。いやもう。ああすごいのが出る。こんなに。あの1の2まで進むんです。あのワープ使わずね。1の2は一応ワープ。そこで言いますか。
この辺でなんか潜れるじゃない。ここ入る、はい、回らなくもあるんですよ。そういう山の中隠されてるんですけど。うわぁ、まあ、今は鳴らし運転です。そうね、うん、まあ、無理しない方がいいと思う。体動くより結構いましたね、こうやってね。そうそうそう。あ、でもまあ、なんなりとこれ、最後までえ、まあまあ、あるあるですね。あるあるある、はい、なんか、確か花火出るの何秒みたいなありましたね。そうです、あの祭りが奇数の3と9と5。そうそう。うて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 、あこう行ってこうだ。行きます。うわ、はい、土管に沿って、うん、今あのブロック上にあるじゃないですか、うん、で、土管の真横は壊さないでほしいんですよ。うん、その横は壊していいです、うん、あれが多分 1,2,3 個ぐらいになってるので、うんうん、真横は壊さないで残してもらっていいですか、うんうんうん、で間違えて入らないようにします。 OK、 はい、ちょっとお願いします。結構入っちゃいがちなんで、こうですよね。そこ、うん、そこでジャンプがそうです、うん、そしたら、うん、そっからなんですけど、うん、ちょっと時間があるんで一応ね、うん、そしたらね、うん、マリオをバックジャンプっていうのをさせてほしいんですよ。後ろ向いたままピョーンって、そしたら奇跡が起こる。ただ壊しがちなんで結構ゴンって、そしたらもうアウト。あーちゃってなると時間に死ぬしかない。そうだそうだ。え、何なんの見たい見たい見たい。これ練習しとこう今。そうそうですね、まあ知ってる人には有名な俺技なんですけど、知らない人が多いと思います。はい。だんだんこうずれてきてるの分かりますか、全体が。今近かったね。ああ近い。頑張って。しゃがみジャンプ後ろ、カノアテ。合ってるって何でも何もなってないな。なんで？いやこれ本当ドットラインの話なんで。あー怖いよ。あー惜しい、今の惜しい、多分今の惜しい。あっ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 言ったらね、見た目上これどういうこと、どういうこと、これ知らないでしょ、なかなか。あぶれ、あぶれ、あぶれ、これ一応ね、最後に見せたいんで頑張ってください。行く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 、地面歩いて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 、渡んない。あ、怖っ、地面歩いて、渡んない。ここ気をつけて、ここ気をつけて、行く、トン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 、いよ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 、あーあー、右下気をつけて、一回、一回こっちに寄せ、当たんない。当たる、シャンシャン、地面に当たんない。あ、危ない、危ない。行ったこっち、行ったこっち、行ったこっち。なんで、逃げてて、ああ。どかないで、どかないで、行かせ、どか最後の締めよ、締めよ、締めよ、ああ、逃げて、逃げて、逃げて。本人は大丈夫やって言ってるのにっていう、なんか何かと、過信しちゃダメよ、過信しちゃダメよ。
何やってんだよ、もう。落ちる？落ちました。そんで、これが金玉りなんですけど。言ってみますけど。ちょっと待って。すげえ追い詰められてる。うわそしたら、ポーズかけて、ポーズかけて。ポーズかけて。やばくない？ちょっとやばいね。木の亀って、何回も踏むごとに、点数が上がってくる。うん、最初100点、200、300、800かな、うんうん。上がってくるんですけど、うん、それを永遠に踏み続けると、うん、5000か8000の次にワンナップに変わるんです。うんうん、だから要はワンナップが無限にコンコンコンっていくようになるんですけど、それをどうするにはどうすればいいかっていうと、今こう木下さんから見て段差こうありますよね、うん、この階段ありますよね、うん、階段の途中ね、途中ですね絶対、はい、いくよ、はい、まあ、1回できると思ってないので、やったー、それちゃうんですね、あ、階段の上に乗っかってないんです、でポコンってこう見たっていうんですね、ジャンプ、いえもう今ねベスト中のベストでしたよ、マジで。あんないいお膳立てなかったですよ、マジで。あっちょっもう打っちゃうから、うんうん、ビール、ね、ね、そしたら、うん、下手したらコントローラー、うん、十字キーか手離して、うん、ジャンプだけ高いのしてもらっていいですか、うん、だけでいいと思うか、ええだけで、ええだけです、でもこれって結構 50% ぐらいの確率なんで、うん、できないこともありますからね、うんうん、はい、 OK、 スタートをして ええの長押しね、ええだけです、ええだけですよ、いくよ、はい、いきます、OK、 OK、 OK、よし、